高橋徹は、日本の郵政官僚、実業家。日本郵政取締役副社長や、日本郵便代表取締役社長を経て、同社取締役会長。東京都出身。1977年、一橋大学経済学部を卒業し、郵政省入賞。同期入賞に、桜井俊、山川老、港田聡奈緒、中田厚などがいる。 郵政省では、主に郵政事業を担当し貯金局期が化を経て、1982年、北上郵便局長、1983年、九州郵政局人事部管理課長、1985年、通信政策局宇宙通信企画課課長、補佐、1987年大臣官房人事部、管理課課長、補佐、1990年近畿郵政局人事部長、 1992年貯金局、経営計画課経営調査室長。1995年郵政省貯金局、経営計画課長。1998年貯金局、経営企画課長。1999年郵務局企画課長。2001年総務省、郵政企画管理局郵便企画課長。同年総務省郵政企画管理局、総合企画課長。 2002年総務省郵政、企画管理局総務課長、2004年1月、同省郵政行政局次長。日本郵政公社郵便貯金事業本部副本部長、株式会社郵著銀行常務、執行役員兼日本郵政株式、会社執行役員、株式会社郵著銀行専務執行役、日本郵政株式、会社専務執行役経営企画部門担当兼。 JP ホテルサービス株式会社取締役を経て2013年から日本郵政株式会社取締役執行役副社長を務め全国郵便局長会や日本郵政グループ労働組合などの団体との交渉を担当した第2次安倍内閣発足に伴い2013年6月日本郵便株式会社代表取締役 社長権執行役員社長権日本優勢株式、会社取締役に就任。u パック受注増加などで民営化後発の増収を実現した。2015年6月にはオーストラリア物流最大手のトールホールディングスを買収、完全子会社化する。この案件に関し現地で会見を開き、経営統合により世界トップ後の物流会社となる。とした。 2016年6月、日本郵便代表取締役会長に退き、翌年代表権のない取締役会長となる。2019年山形県庁で、吉村美恵子山形県知事との間で、包括連携協定締結の調印を行った。2020年、日本郵便取締役会長退任、一般財団法人有著財団理事長就任。ありがとうございます。